どういう媒体を使ったら見つけれるのかとか、そこの地域の商工会議所とか入ってる説明会であったりとか。商工会議所は盲点でした。そこに地域とかの企業が結構あったりするんじゃないかなって思います。どうもしゅんです。こんにちは。僕は今愛知県の豊橋市に来てるんですけども、今回はですね、モグジョブというご飯を食べながら就活相談ができるサービスを使ってですね、愛知県の企業さんに来ていただいております。今地元企業の就職を考えている人や、これから就職活動を始める方に有益な動画ができたらなと思っております。本日お越しいただいた方、自己紹介お願いします。名古屋でお菓子の製造をしております、京新製菓鍋と言います。工具メーカー OSG 株式会社の鳴谷舞と申します。立命館大学経営学国際経営学から参りました石橋貴一です。立命館大学職務マネジメント学部2年の武藤美玲です。地方の方にも興味が出てきましたので、どういったところで見つけれるのかなとか、お伺いできたらと思います。ちなみに貴一君はですね、モノマネが得意なんですよね。タンクカンカン、おやおや、今日はどうしたんですかね。素敵なカレーのハンバーグを言っていただきましたよ。うまーい。だいだい手取れるじゃん。今回このモグジョブというサービスが、ご飯を食べながら就活相談ができるということで、本来は全国各地の学食で受けられるサービスなんですけども、今回は模擬として学食を再現させていただいたので、よかったらちょっとご飯を食べながらお話相談できたらなと思ってます。いただきます。いただきます。最近地方の企業さんもちょっと見るようにしていて、どういう媒体を使ったら見つけれるのかとか教えてもらえたら嬉しいなと思うんですけど、私が就職活動の時に今の会社を知ったきっかけがですね、就職イベントみたいなのに参加したんですけれども、参加した学生がその場でグループディスカッションをするんですね。5社ぐらいの企業の人事の方がその学生を評価してくれる。その5社の企業さんの説明を同時に聞くこともできるっていう、その5社のうちの1つが弊社だったっていうのがきっかけで知ることができたっていうのが一つ私の経験としてはあります。いろんなちょっと変わったイベントとか就活イベントって今すごく増えてるので、さまざまなものに足を運んでみるっていうのも一つ手かなというふうに思いますね。イベント以外に情報収集とか企業の選び方、集め方とかってやられたことってありますか？そこの地元向けの合同企業説明会とか、そこの地域の商工会議所とか、なんでそこの地域の名前入れて商工会議所とかって検索すると、その商工会議所がやってる説明会だったりとか出てくるんで、そういうやつだと地元とか地方っていうのが見つかりやすいかなと思います。商工会議所は盲点でした。商工会議所の中の就活サイトみたいなのを作ってたりもするんで、そこに地域とかの企業が結構あったりするんじゃないかなって思います。私も出身栃木県なので地方なんですけど、私の周りでも地元に残りたいっていう人と都会に出たいっていう人が結構いると思うんですけど、今働いている社員さんからして、地元の会社の良さとかどういうところが良さかなみたいなことを聞きたいですね。私が思う地方の良さは人が温かいことですかね。豊川市に引っ越してきて、周りの方がすごく穏やかで、自分も気持ちが穏やかに過ごせるっていうところが地方の良さかなって思ってますね。 OSG さんは本社が豊川市なんですか？そうです、豊川市の本社がございます。じゃあ社風ってそのゆったりしてるとか穏やかの他にどんな感じなんですか？ゆったりしてはいるんですけれども、一番特徴的な社風としてすごくチャレンジ精神を求められるっていうところがあります。自分が思ったこととか言いやすい環境にあるので、若手の採用でどんどんいろんなことにチャレンジできます。実際にやりたいと思って提案して実行したこととかってありますか？一番チャレンジだったなと思うことが、インスタグラムを作ったこと。私が人事に入ってからインスタグラムのアカウントを立ち上げたっていうことと、会社のパンフレットを独自で作ったことというのがすごくチャレンジでした。雑誌風のパンフレットを作って、キャンキャンを参考にしてそれっぽい配置にして、社風と人にフォーカスしたパンフレットを作りました。なるほど。どうですかそれ聞いて？それって新規でやってって言われてやったのか、自分で考えて急に持っていったのか？そっちの方で上司に提案すると、あ、一回やってみなよって言ってくれます。いいね、失敗したらやめればいいって言われますね。いいですね。ね、メーカー人気が増えてる中で、阿部さんの会社の魅力ってどういうところがありますか？はい、うちもすごいチャレンジすることウェルカムっていう体制で、アイデア提案制度っていうのがあるんですけども、で年間200件以上アイデア出てくるんです。どういうアイデアなんですか？製造メーカーなんで、その製造している現場をこういう風に改善するとか、お茶こっちの方がいいって書いても
100円あげるっていうのやってて、その中で毎月ナイスアイデア賞とか、年間でベリーナイスアイデア賞に関してはもう10万円あげるっていうのやってます。ゲーム性も持って社員の人たちがもう楽しみながらアイデアどんどん提案してくれますし、楽しそうにみんな会社に来てます。違和感が小さいからこそできることだったね。確かに地方ならではなんか、はい、いいアイデアを出せるために今のうちになんかやっといた方がいいこととか。ボイス活動っていうのに力入れてるんです。整理整頓清掃清潔しつけの S を取ってるんですけど、いろんな細かいところに気づけるような人材育成っていうのをやってまして、いろんなところにこう目を向けて注意を払うってやってるとアイデアにつながるっていうのはあると思いますね。アイデアを出してその上の方がその決めるのか、それとも社員さん同士の話し合いの中で、はい、あ、これいいねみたいな感じで決まることがあるのか、はい、その方が多いとかあります。基本はもう全部社員さん同士、僕らはもうそれを評価するだけです。そうすると自分たちで自分たちの職場を作れる、それが良さの一つかなっていうところで、こういう人を採用したいとか、学生さんがやっておいた方がいいこととかがあったら教えていただきたいなと思います。素直で謙虚で考えるより行うっていう人、考えてなかなか動かないんじゃなくてもうやっちゃえって動き出しちゃう人、そういう人を欲しいなって思ってますね。はい、どうですか、スタイル入れると思います。入れると思います。最初に言ったスマートとか研究とかは人として大切な部分かなっていうのは私は意識しながら生活はしているので、はいはい、自分の考えとかからって生きようみたいな感じがありますね。はい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 、まあ、やっぱりシンプルなことだと思うんですよね、一番大事なところって、はい。弊社の場合はチャレンジ精神がある方に来ていただきたいっていうのが一つと、もう一つが個性がある人に来ていただきたいなと思ってます。変わった経験を持っている方大歓迎、はい、でそれはなんで個性的な人を採用したいんですか。チャレンジ精神を持っていろんなことに取り組んでいただきたいので、会社の中でも新しいことをどんどん始めていくためにはそれぞれの個性があることによって今までなかったことが生まれていくと思うので、最後にお二人から感想をいただいてもいいですか。フランクな感じで話していただいたので質問もしやすかったですし、よく説明会で聞くようなフレーズだけじゃなくて、その先のなんか実際のところとか座談会とかでは時間限られてて、なんか個別で質問とかってなかなかできなかったのはあったので、すごい良かったなって思います。私もなんか実際に地方の企業さんとかも興味はあるけど、どこにアプローチしていいかわからないとかあったので、こういうふうに気軽にお話しできる環境とか、実際にこういうお話しして、あ、こういうことを今本当にしていた方がいいんだみたいなことを話していて、すごい感じたし、自分もこれからやっていようみたいな感じは思ったので、ありがとうございます。ということで、木曜さんは、クセさんのランチがタダっていうのと、2限と3限の間とかでもできるっていうところと、採用に直接的に関係ないので、何でも気軽に聞けるっていうところがあるんで、採用される大学に通ってる方は、ぜひ行ってみてください。2人の会社のホームページも下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみて、一緒の代理を見たと言っていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。